皆さんこんにちは。囲碁が大好きなクラステングのクーロンです。今回の囲碁の歴史シリーズは三国志で有名な中国の三国時代の第一弾魏の囲碁についてお送りします。西暦184年に勃発した黄巾の乱が引き金で、西暦220年に後漢が滅亡すると、中華は60年にわたり魏呉蜀の三国時代を迎えます。先秦時代に書かれた歴史書三国志を元にした明の時代の小説三国志演義は、日本でも小説や漫画ドラマなどで多くの作品が制作されていて、この時代は中国の歴史の中でも特に人気の高い時代といえます。囲碁の歴史について考えてみると、後漢時代には半歩や太夫の囲碁の理論書が刊行されたこともあり、三国時代には多くの人々に囲碁が浸透していたと考えられ、三国志演義の中にも登場人物の数多くの囲碁の逸話が記されています。西暦189年、霊帝の崩御により後漢は群雄割拠の時代となりますが、権帝を擁立して都洛陽を支配する董卓が戦争を始めると、これに反発した反董卓連合軍が蜂起。董卓は洛陽を焼き払い、権帝を伴って長安へと逃れますが、腹心の呂布により暗殺され、その混乱の中で権帝を保護したのが後に魏を建国する曹操なのです。曹操は宦官として権勢を振るった曹操の養子曹操の息子で、黄巾の乱の討伐で活躍し、黄巾の残党を編入した青州兵という強力な軍隊を有していました。反董卓連合軍に参加した曹操は皇帝を庇護することで勢力を拡大し、河北地域の実権を掌握します。皇帝を補佐する上将となった曹操はさらに勢力を拡大していきますが、漢王朝の滅亡を危惧する劉備と対立。劉備軍は文氏諸葛孔明の画策により江南地域に一大勢力を築いていた孫権と同盟を結び、西暦208年の赤壁の戦いで曹操軍を撃退しています。この敗戦により曹操の中華統一の夢は頓挫し、曹操、劉備、孫権の三者が支配する時代へと移行していきます。曹操は西暦216年に漢の中の一つの国として劉建国しますが、自身は上将という立場にこだわっていたといいます。西暦220年に曹操が亡くなると、後を継いだ息子の曹丕は後漢の権帝に禅譲を迫り、魏の初代皇帝に即位。これにより後漢は滅亡します。これに対抗して拠点を四川地方の職に定めた劉備と後の孫権も皇帝を名乗り、中華は三国時代を迎えます。曹操は兵法に通じるだけでなく文学や詩歌にも秀で、囲碁についても三国志書によると、三指導各界といった当時の高名な碁打ちと互角の実力だったと言われています。三国志演義には曹操自身のことではないものの囲碁の逸話がいくつか出てきます。ある日病となった曹操は、思想の出ていた若者に延命の方法を授けたという高名な占い師の甘露を召し出します。甘露は長安という19歳の若者と出会い、その顔に思想が出ていて間もなく死ぬことを告げますが、延命を懇願する長安に根負けし、次のように話します。お前はよく澄ました酒と鹿の干し肉一片を持って、明日南の山の大木の下に行くとよい。そこの大きな平らな石の上で二人の人物が碁を打っている。一人は南向きに座り白い着物を着ていて大変に醜い。もう一人は北向きに座り赤い着物を着ていて大変に美しい。二人が碁に夢中になる時を見計らい、酒と干し肉を手元に差し出すのだ。そしてすっかり飲み食いしてしまったら
寿命を延ばしてくれるよう、よくよく頼み込むとよい。翌日、長男が言われた通りに山に行くと、大きな松の木の下で、碁を打っている二人を見つけます。碁に気を取られている二人は、長男が近づいても気がつかずに、差し出された酒と干し肉を無意識に食べ尽くしたため、長男は、すかさず地面に泣き伏し、延命を頼み込みます。そして、驚いた二人は、19と書かれた紙に9を加え、99として寿命を延ばしてやりました。これは、いわゆる仙人伝説の一つですが、碁を打っていたのは、生を司る南斗と、死を司る北斗であったと言われています。曹操に関しては、次のような逸話も残されています。曹操の病を治療するため、名医として知られる、加賀が召し出されます。その加賀の実績として、ある人が足の指を犬に噛まれ、あとが肉の塊となって、一つは痛く、一つは痒く、共に耐えきれないほどだったそうで、加賀は痛む方には針が10本、痒い方には黒と白の碁石が入っていると診断。みんなは信じませんでしたが、実際に切り開いてみたら、その通りだったそうです。転移として召し抱えられた加賀は、曹操の持病であった頭痛などの治療に当たりますが、当時の医者の地位は低く、名医であった加賀でさえ、不当な扱いを受けたため、反発して帰郷。激怒した曹操の命により投獄され、獄死してしまいます。三国志義書では、曹操は、自分の持病を治療できる唯一の医者を殺し、病気の息子の治療もできず夭折させてしまったことに、深い後悔をしたと記されています。また、三国志演義では、次のように記されています。親睦を切った後に、頭痛に苦しむようになった曹操に召し出された加賀は、病根が脳の中にあるため、薬は効かず、麻酔をかけ、炎で頭を切り開いて、病原体を取り除くしかないと診断します。お前は、わしを殺す気か、と激怒する曹操に。加賀は、曹操も一目置く、劉備の家臣、関羽が、肘の骨を削られても動じず、酒を飲み、碁を打ちながら、手術を受けたことを引き合いに出しますが、碁との共闘により、関羽を打った曹操は、加賀が仇を打つつもりであろうと、投獄し、拷問の末、殺してしまいます。三国志演義には、曹操が、加賀のように気に入らない相手や、反抗する相手を殺してしまう話が、多く登場しますが、物語が、食の劉備を主人公としているため、曹操が悪役となるのは、致し方ないことなのかもしれません。曹操の時代の、囲碁の逸話をもう一つ紹介します。孔子20世の孫で、漢末期の優れた文人である、建安七士の一人に数えられる、孔融は、曹操に対しても、ことあるごとに諌言していたため、曹操は快く思っていませんでした。そして、孔融は、後の孫権の使者に、曹操をそしる発言をしたという罪で捕らえられ、妻子ともども処刑されてしまいます。孔融の、9歳の息子と、7歳の娘は、父が捕らえられた知らせが届いた際に、碁を打っていました。何を悠長なことをしている。早く逃げろと、周囲の者は言いますが、子供たちは、巣が壊れて、卵の割れぬということはあるまいと、すでに覚悟を決めていて、人々を感嘆させたと言います。この逸話は、当時、子供でも打つほど、囲碁が一般的に普及していたことを示しているとも言えます。曹操の子、魏の初代皇帝、曹丕には、囲碁に関わる残忍な逸話があります。曹丕は、曹操が亡くなって以降、有能で知られる弟、曹彰が、いつか自分に敵対するのではないかと警戒していました。そのため、曹彰を誘い、母、弁太后の部屋で、一緒に碁を打つこととし、そこで出された夏目に毒を盛り、曹彰を毒殺します。毒が回り、曹彰が苦しみ出すと、慌てた太后は、水を飲ませようと、裸足で井戸へ走りますが、
宗氏は、あらかじめ家臣に命じ、鶴瓶を壊しておいたので、水を汲むことができず、やがて宗匠は、息絶えたと言われています。権力者となった兄が、弟を殺してしまうという話は、日本でも数多くあり、おびき出す口実に囲碁が使われるというのも、よく聞く話です。なお、宗妃のもう一人の弟、宗植も命を狙われていましたが、うまく切り抜け、中央政界からは遠ざけられたものの、文人として活躍。唐の李白、徒歩以前の、中国を代表する文学者として高く評価されています。宋一族には、囲碁をたしなむ人物が多かったようで、宋氏の墓地からは、碁石が発見されていますが、残念ながら誰が使用していたものかは判明していないそうです。人の対局を見ていた、建安七氏の一人、魏の、王さんは、その盤面が乱れ、碁石がどこにあったのかわからなくなったため、元に戻してやります。しかし、対局者は、それを信じず、内碁を並べて、王さんに見せた後に、布で隠したところ、王さんは、一石の違いもなく再現できたと言います。王さんは、道端の石碑の文章を一読しただけで、暗唱できたとも言われていますが、内碁にしても碑文にしても、ある程度の実力者が手がけたものであれば、論理的であり、一つ一つを記憶したのではなく、その流れを記憶していたと考えられます。内碁を並べ直すことは、プロの囲碁棋士はもちろん、ある程度の記憶を有するアマチュアでも可能であり、囲碁における記憶とは、いわゆる暗記とは別物なのです。なお、王さんのことを高く評価していた、曹操の子、曹植は、著書の中で、囲碁は名手にして、と記していることから、王さんは、講談の実力があったのではないかと推測されます。建安七氏の一人、王棟が表した、囲碁の理論書、益成は、五漢時代に馬遊が表した、息符と同様、囲碁を合戦になぞらえた理論書で、攻めよりも、守りが大事と説いています。大まかな内容は、敵の誘いに乗って、すぐ戦いを仕掛けると、あの石もこの石もとなり、身体に無計画でいると、どの石も死んでしまう。力任せに敵の石を攻め、全局的に崩壊するのは、新末期の武将、項羽が、漢の劉邦に敗れたのと同じ失策である。時に失敗することがあろうと、崩れかかる自軍を整理し、石の形を万全にして、十分な体勢になったところで攻勢に転じる。どんどん敵を追いかけ、守りを手抜きすれば、ひどく形勢を損じる。局面が怪しければ引っかえて打ち。はっきりしなければ、じっくり考えよ。碁石を手にしたら、防備を優先して、決して攻撃を優先してはならない。完全に守り重視の内容で、勝負は焦ってはならない。まず、じっくりと足元を固めてから仕掛けるべき、という内容は、現代でも参考にすべきところはあると思います。称賛する方がいる一方、消極すぎるという意見もあるはずで、その評価は各自の棋風によって異なるのかもしれません。西暦263年、曹操の孫、第五代皇帝曹奘の時代に、魏は、相国、司馬相の指揮のもと、職を滅ぼしていますが、2年後に司馬相が亡くなり、後を継いだ司馬遠が、曹奘に禅譲を迫り、魏は滅亡します。そして、司馬遠により建国された清津は、280年に、王征服し、三国時代は終焉を迎えます。